こんばんは、パーソナリティの小林美幸です。こんばんは、アシスタントの平野圭吾です。さてさて、はい、国会はいつからですか？9月の26日スタートの予定ですね。はい、はい、もうそろそろということなんですけれども、はい、それを前にある部会というかセクションはもうスタートしたという。そうですね、もう9月の頭から、自民党内の会議はスタートしていて、というのが、まあ、9月26日から国会スタートするっていうことは、もうそこから法案の審議とか予算の審議が始まりますから、それまでに党内の考えはきっちりまとめておかなきゃいけないということなので、9月頭からもう会議はスタートしてます。多分ブログを見ていただいたんじゃないかと思いまして、ありがとうございます。ぜひ皆さんも見てください。行政改革推進本部というのを再始動しましたっていうのをちょっと報告で書かせていただいたんですけども、昔仕分けっていうのがテレビで蓮舫さんが、はい、2番じゃダメなんですかっていうこう言ったのがちょっと有名になりましたけど、あれは要はそのなんか予算は作ったけどそれって無駄なんじゃないのっていうのをですね、きっちり切って、で本当に必要な方に使うなり、まあ借金の返済に使うなりっていうのをやった方がいいじゃないかっていうのは、これ当たり前の考え方だと思うんですけど、実は仕分けが有名になる前に、自民党の中で行政改革推進本部というのを作って、でそれをやってたんですね。でそれが民主党政権になるときに、実は河野太郎さんっていう人が、まあ、メインでやってたんですけど、河野太郎さんが民主党政権になるときにこれはやった方がいいよっていうことで、実は引き継ぎをして、でそれをまあテレビの前でやろうっていうふうに考えたのが民主党さんで、まあ、仕分けっていうのがやったんですけども、はい、でまた今自民党が与党になってますけど、もう我々がやり始めたことなんで、もちろんもっとパワーアップしてやろうっていうことで、これ行政改革推進本部っていうのが動いてたんですけども、はい、与党に戻ってですね、私が議員になってすぐの時からもう本部長は河野太郎さんだったんですね、はい、こういうのにまあ切り込んでいくのがすごく得意なのでっていうことだったんですが、政府の大臣になられてましたね、はい、でこれも行革担当大臣ということで、うん、まあ、同じ仕事を政府内でやるってことで行かれたんですが、はい、今回戻ってきたので、本部長がまた人事が変わって、その中にまたメンバーが再構成されて、うん、私も本部長補佐ということで、この行革本部に携わることになりましたということで、はい、これからまたガンガン頑張っていくということになります。これもオープンにされるんですか？そうですね、党内で議論するんですけども、かなりオープンに、テレビどうぞ撮ってくださいということでこの間もやりまして、はい、それが本当に表に出れば、皆さんに分かっていただけるところもありますし、まあ、やっぱり予算をですね、始めたものをやめるっていうのは、はい、やっぱりそのついてた側の人からすると、うん、なんで取り上げられちゃうのってやっぱり感覚があったり、はい、場合によっては抵抗する場合もありますよね。だからそういう時に一般の人たちに知っておいてもらった方が、やっぱり世の中的にもそれおかしいよねっていう応援がないと我々も頑張りきれないですね。そうですね。場合によってはどっかの業界団体が新聞にリークしたりして、新聞がその論調で書いてですね、その大揉めになると。今回の築地市場なんかはちょっとそういうところがあると思うんですね、はい、あれがどっちが本当に良かったっていうのかな、これからもう少し検証しなきゃいけないですけど、やっぱりそういうものがある。オリンピックスタジアムもそうですね、はい、あれは我々がすごく頑張って、やっぱりもう一回ちゃんと白紙からやろうよって言ってやったんですけども、ああいうのも、やっぱり皆さんに知ってもらって、皆さんの応援がないと、やっぱりやりきれないところがあるんで、そういう意味ではなるべくオープンにしてですね、応援していただけると大変ありがたいなというふうに思っています。はい。まあ、築地もそうなんですけれども、ダムも途中で今やめとこうよっていうのがあったりしますよね、はい、やめる決断っていうのもすごいと思うんですけれども、はい、どうしてここまでもったいないじゃないのっていう人たちもいらっしゃるので、その辺の説明っていうのはやっぱり大切ですよね。そうですね、であるならば、どういうところに実は予算がついているっていうの、私たち全然知らない分野もたくさんありすぎるので、はい、どうぞインターネットテレビとかで、そうですね、放送を全部していただけると、はい、こんなところにも予算つけてもらえるんだっていうことになるとですね、はい、今度また申請もできるんですね。そうですね。ですからなんかこう知ってる人だけが得するみたいになってるっていうのを私この世界に入って思うんで、はい、なるべくオープンにしてみんなにチャンスがあるよっていうのもありますし、はい、もう一つは政治の世界って本当にダメだなと思ったんですけど、その予算つけることに意欲はあるんですけど、その予算を減らすこととか、はい、1回つけたものをスクラップして、はい、もっといいものに使っていくっていうことを、やっぱり政治家自身があんまり積極的にやってないんですよね。だからなんか予算ができた仕事終わりみたいになってて、はい、あとは行政にお任せになってるとこあるんですけど、いやそこはちゃんと伴走してチェックして、本当に効果あったんだっけ、
で効果があったらもっと良くした方がいいよね。で、し効果なかったんだったら改善するのかやめるのかってやらないと、もうどん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 予算膨らんじゃってですね、はい、さ人口が増える時代だったらいいんだけど、もう減る時代ですから、やっぱりそういうところをきっちりやっていくっていうのが、まあ、我々の大事な仕事だと思ってるんですけど、はい、でも政治家の人たちだけでは、はい、やはり少し難しくないですか。行政も一緒になって、はい、でこれは国民の決定だから、ええ、あの予算はもらったけど余った、ええ、だから来年はこれぐらいでいいよとか、はい、次のプロジェクトを立てるからこっちに回してほしいとか、ええ、そういうことがあればいいですよね。そうです。予算もらったからもう使うことないんだけど、でもやっぱり使っとこう。そうなんですよ。今年中に全部使い切らなきゃみたいな考え方がやっぱりあるんですよね。それがなくなるといいですね。そうなんですよ。だからこれはやっぱりもう単年度決算の仕組みの中で、使い切らないと次減らされちゃうみたいなところがあるので、これはあの行政の評価システムとかですね、ここを変えていかないとモチベーション変わっていかないと思って、ここもやっぱり行政マンにモチベーションを持っていい方向にやってもらう仕組みをやっぱり我々政治家がきちっと作ると、あとは皆さんもそれに知ってもらって、はい、そういうことやれよと言ってもらうというですね、やっぱりですね、今回結構正論を吐く役割がどん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 増えてきてですね、はい、ですけどそれってすごい当たりきついんですよ。やればやるほどですね、はい、他の議員からも当たられるんですけど、でもやっぱり一般の人から一人でも頑張れって言ってもらうと、はい、もう負けるもんかということに頑張れるんですね、はい、まあ、そこはなるべくオープンにしてきますのでぜひ応援いただけたらと思います。もう改革をするにはどうしても痛みが伴いますので、はいはい、そこはこう背中を押していただくと、みんなで背中を、はい、よろしくお願いします。傷だらけになるかもしれませんがよろしくお願いします。再始動しました行政改革推進本部、期待しています、はい。さあ、あなたからのメッセージもお待ちしています。メールアドレスは deban@fm777.co.jp、 ファックスナンバーは 084-920-8765、 レディオビンゴ小林文明のあなたの出番ですまでお願いします。レディオビンゴのホームページから Facebook への投稿もお願いします。またサイマルラジオ24時間放送です。パソコン、スマートフォン、タブレットでいつでもラジオ聞き放題。詳しくはレディオビンゴのホームページをどうぞご覧になってください。この番組はコーアブスタン、カネソ22の提供でお送りします。サロンデトーク、今夜は宇都宮美容室オーナーの宇都宮信弘さんをお迎えしています。宇都宮さん、出番です。はい、こんばんは。こんばんは、宇都宮さん、よろしくお願いします。お願いします。まあ、こんばんはということで、夜、本当は夜が忙しいんですよね。そうですね、ね、はい、夜の美容室なんですよね。はい、そうですよね。そうです。なんで夜の美容室なんでしたっけ。海外に長い間いてで回ってる時に、なんかこう困る機会が多くて、はい、例えばこうシエスタって聞いたことある、お昼寝みたいな感じですよね。スペインとかあっちの方でしたっけ。そうです、そうです。はい、なんかじゃあお昼に例えば2時に買い物に行きたいんだけど、結構海外とかこうパチンとこう閉めるんですよね、ええ、でこう買いたいものも買えないみたいな感じになって、それってなんか困るなというか、どうしたらこうお客さん喜んでくれるかなって思った時に、日本に帰ってきてどうかなって思った時に、夜やってみようかなって話でしたね。あ、はい、夜切りたいよねって、でもやってないから困ってるよねっていうところに気づいたと、はい、そうですね。だから営業時間が何時なんじゃんでしたっけ。平日は夕方の4時から深夜の2時までやってます。深夜2時までやってますよ。だからまさに夜の美容室ですよね。ですよね、はい、だからちょっと今日はナイト話もちょっと後でしたいと思いますけど。お願いします。でも海外に長くいたということなんですが、世界一周旅行をしてた。はい、そうです。どれぐらいの期間行ってたの。1年半です。1年半、はい。何カ国。大体多分40ぐらいは行ったと思います。40、はい。大陸って行くと全大陸行きました。そうですね、全部行きました。全部行きました、はい。アジアだとどの辺ですか。アジアだとマレーシア、はい、カンボジアとかタイとか、はい、そうですね。ヨーロッパ。ヨーロッパはイギリス、フランス、スペイン、イタリアとか。アフリカは。アフリカはケニアとか南アフリカとか、
エジプトとかモロッコとかですかね、はい、行ってますね、はい、でもそれ回りながら青空美容室をやってたんですよね、はい、そうですね、はい、やってました。青空美容室ってどんなイメージですか？鏡と椅子と、はい、あとその現地の言葉でこうプラカードみたいな感じでこう、はい、書いて、日本で美容師やってた人が、あの髪切ってるからどうだみたいな、どうぞ来てくれみたいな、もう路上に出すわけですよ。そうですそうです、どうなんですか、一日やってるとどれぐらい来るんですか？国によるんでしょうけど。そうですね、でも多い時は10人とか切りましたね、一日。はい、それってどこの国だったんですか？どこだったかな、ボリビア。あ、ボリビア多かったですね、はい、ちなみに1回いくらで来てたんですか？1回10ドルもらってました。1000円ちょっとぐらいですかね。あ、か、国によっては高級ですよね、はい、そうですね、10倍とかの国もあったと思います。あ、はい、でも切ってくれる。そうですね、どうですか、いろんな国で切ってみて感じたことってありますか？そうですね、例えばなんですけど、アフリカって美容院なのにハサミがないんですね。え？ハサミないんですか？そうですそうです。え、じゃあ何するんですか？なんかこう手でこう言うというか編んだりとか、あー、こうドレッドとかですか、ね、そうですそうです、コーンローとかとか編み込んだりするので、はい、こう僕たちが持ってるこう美容師としてのハサミっていうものがなかったりするのはこうすごく斬新だなというか、へー、面白かったなと思いましたね。でも全く一生切らないわけじゃないんですよね、多分ね。だ、多分毛先の先っぽの方はもう切れていってるんだと思いますね。あー、はい、ちぎれてくって感じなんですかね、そんな感じで見受けましたね。へー、面白いっすね。じゃあ髪洗うぐらいで、あとはもう手で編みますっていう。多分洗ってないですね。洗ってない、はい、シャンプーするとこがないので。あ、そうなんですね、もうシャンプー代もない、はい、はい、ないですね。でも一応室内なんですよね。そうですね、うん、じゃあ鏡はあって、はい、鏡ありました、椅子はあって、はい、でもそれだけ。そうですね。へー、すごいですね。でも美容師免許ってあるんですかね、ここ。アフリカはどうなんでしょうね。どうですかね。ないかもわかんないですね。ないかもわかんないですよね。他にはありました、衝撃を受けたなんか国というか。髪を切っててっていうことですかね、はい。そうですね、日本の人は髪のやっぱり量が多かったりとか癖があったりとかもするんですけど、例えばヨーロッパで切ってる時とかはこう髪の量がやっぱ少ない方が多いので、こう、日本の人の方が難しいなと思いました。結構簡単に、簡単にとか割と手早く切れちゃうな、いい形になるなっていうのは、頭の形とかもいいので、ですね、日本の人の方が頭の形もあんまり良くないですし、はい、そうですね、っていうのは切っていて思いましたね。はい、手間がかかるっていう。そうですね、はい、でも確かになんかヨーロッパの人の方がなんか毛が柔らかくて、ちょっと量は少ないけどふわっとしてますみたいな。そうですね、うん、全然やっぱ質が違うんですね。そうですね、あと頭の形がいいからこう、結構いい感じになっちゃうというか、はい、日本の人は絶壁の人が多いとか、あ、そこら辺はこうやっぱカットの長さで調整しないと見た目があんまり良くならないので、そうですね、そういうのもこういろんな人切れて体験できてよかったかなと思いますね。今日本で生きてますね。そうですね、生きてますね。そのカット技術がどうですよね、はい、はいはいはい、生きてます。やってみた経験とか、面白いですね。でも40カ国回って、はい、この街はいいなとか、はい、ありました。僕はスペインのバルセロナっていう街が好きで、はい、なんでですか？なんか僕福山出身でずっと福山に育って出たんですけど、福山とすごく似ていて、人口とかもそうですし、まあ、盆地で海もあって山もあってご飯も美味しくて、はい、まあ、歴史もあって、そうです、人もすごい良くて、だからそこにお店出したいなと思ってます。じゃあ将来は出したい？そうですね、出したいと思ってます。バルセロナ、はい、
でもいいっすね、なんか福山とバルセロナが似てるっていう。ああそうですね、ちょっと福山的には嬉しい、はい、嬉しい話。そうですね、本当に似てますよ。あ、本当ですか。それもっと言ってください、ね。バルセロナ感あります。シエスタやりますか。そう、いや僕やらないです。でも合うんですかね。 どれぐらい期間いたんですか、バルセロナ。でも3週間ぐらいですかね。でも結構長いですね。そうですね、好きになっちゃったらゆっくり しましたね。宿泊ってどうしたんですか。宿泊は、宿に泊まったり、旅先で出会った友達のところがたまたまバルセロナ出身の人がいたので、その人の家に泊めてもらってましたね。結構やっぱ友達できるんですか。そうですね、海外にはできましたね。連絡取ったりしてますよ。そうですね、してます。まあ、今日もお友達一人来てますからね。そうですね。韓国からですよね。そうです、そうですよね。すごいですよね。あれ、奥様と誰ですかって言ったら友達です、ね。旅行中に知り合ったっていう。そうです。面白いですね。でもなんで行こうと思ったんですか、世界一周。なんかお店働いてたところが1週間ぐらいお店の休みをくれる病院だったので、皆さんこうみんなどのスタッフも海外に行ってたんですよ、その休みの間に。で僕もその先輩に習ってじゃないですけど自然と行くようになって、で毎年じゃあどっかで1週間どっかで1週間って言ってたんですけど、もっと長い間こういろんな国の文化とか景色を見てみたいなと思って、で自分がお店を自分の店を持つ前に長屋で行きたいなと思って行きました。なんかアドバイスあります、これから海外ちょっと回ろうかなと思ってる人に。あー、どうですかね、無計画でもう行っちゃえばいいんじゃないですかね。とりあえず行っちゃえと、はい、行っちゃえと、はい、そういうことみたいですね。行っちゃってください。さあ、そして帰国したらこんな美容室とかこんな生き方はどうですかっていうお話は、ではインターバルを置いてその後に伺おうと思いますが、宇都宮さんのリクエスト曲をここでお届けします。ジャック・ジョンソンでベター・トゥゲザーをどうぞ。今夜はゲストに宇都宮美容室オーナーの宇都宮信弘さんをお迎えしています。後半もよろしくお願いします。お願いします。ジャック・ジョンソンいいですよね。私も好きです。はい、ということなんですが、その世界一周を終えて今宇都宮美容室ということなんですけど、まあ、深夜2時までの営業っていうのはまあやっぱり一番の特徴だと思うんですけど、はい、それ以外にありますか、特徴。そうですね、他でやってないって言ったら育毛を、はい、結構やってますね。育毛、はい、なんで育毛なんですか。僕の親父が薄いんですね、はい、悩んでたんですね。そうですそうです、はい。まあ、僕の親父っていうよりも僕が美容師としてちょっと薄くなるのはまずいなと思って、はい、で自分自身そうですね、はい、でちょっと親父で試してみたいなと思って、はい、元々そのメニュー化とかするつもりはなかったんだけど親父やってみたらえらい効果があったので、へー、これちょっと困ってる人が喜んでくれたらいいなと思って、はい、メニュー化をして結構たくさんの方に喜んでもらえてるなと思ってますね。あ、そうですか、はい、どういう風にするとその生えるんですか。もともとこう気になった時っていうのは、例えば皆さん市販のこう育毛って歌ってるシャンプーだったりとか、はい、あの育毛剤だとかを多分一番初めに使われる方が多いと思うんですけど、うちはそうじゃないんだよっていうのをお伝えしてて、その前にあのそのシャンプーでは取れない皮脂が酸化して固まっているので、それを浮かしてくれる、特殊なローションを家でも使ってもらって、まあ、お店でもこう見させてもらって、でその皮脂がない状態だとシャンプーの育毛効果だったり育毛剤の育毛成分だったりが入るので、効果がしっかり出ているのかなと思ってます。じゃあそのもちろんお店でも洗って綺麗にしてくれるんですけど、はい、その洗い方を教えてくれるってことですか。そうですね、洗い方も、はい、お伝えします。どれぐらいの期間でこう綺麗になって育毛効果って出てくるんですか。お店では
一応半年間のコースを作ってるんですけど、早い人だともう2ヶ月とかで結構実感される方もおられますし、はい、やっぱり一概にこう言えないので、なので半年間取ってらしてもらって、うん、あの効果を実感してもらえたらなと思ってお勧めしてます。へー、面白い。でも確かにサイト見ましたけど、はい、抜群に変わってましたね。そうですね、6カットぐらいこう、はい、前から後までありましたけど、はい、あれお父さんですか？あれは親じゃないんですけど、お客さんで、はい、ちょっといいよっていう感じ。そうですそうです。あ、そうですか。はい、あんまり聞かないですよね。そうですね、すごいやってますって。なるほど、面白い。あとは定休日なしですか？はい、あの1年半ちょっと仕事してなかったので、あの1年ぐらいは休まずに仕事しても、仕事してないと罰が当たるような気がして。休みなし。はい、休みなしです。なるほど、はい、でも結構ね、もう特定の曜日がもう完全に同じあれで休みとかありますから、はい、もうこの曜日行きたかったのにってありますからね、はい、まあ、そういう意味では夜営業とともに助かる、はい、あれですよね、はい、やり方ですよね。ちなみにお店の場所どこにあるんですか？春日町です。あ、春日、はい、春日町のスーパーの小田さんの裏です。小田さんの裏、はい、なるほど。場所知りたかったらスマホで検索するとすぐ出てきますね。あ、そうですね、宇都宮美容室で、宇都宮美容室で出てきますから、はい、ぜひ検索してみたら、はい、サイトもおしゃれですから、お願いします。あとなんかオンラインショップもやってます？そうですね、結構こだわってる商品が多いので、県外からだったり遠くからのお客さんもうちに来なくても買ってもらえるようにと思って、はい、あの発送してます。例えば何を売ってるんですか？まあ、さっき言ってた育毛系のものだったりとか、はい、そうですね、髪をきれいにする化粧水とかだったりですね、はい、うーん、すごいですね、いろんなことやってらっしゃる。でもなんかカット代を小学校送る会、はい、という団体に寄付されてるんですね。そうですね、前髪カットを1080円いただいてるんですけど、はい、海外にいた時に感じたのが、こう英語はすごく流暢に喋れるんですけど、こう読み書きとかが全くできない人が多くて、で学校に行ってないんだけど自分の国の言葉以外の英語は僕たちなんかよりも全然こうペラペラに喋れるんですけど、はい、でもこう例えばじゃあドッグって DOG じゃないですか、はい、で犬っていうのは僕ら知ってると思うんですけど、彼らはドッグっていう発音は知ってるんですけど、ドッグって書くことはできないんですよ、はい、だから学校で勉強したいっていうのをこうある少女からこう聞いた時に、なんか手伝えないかなと思った時にその団体を見つけて寄付してます。はい、教育の機会をなるべく作ってあげたいな。そうですね、あの海外に学校を作る団体なんですよね、この小学校を送る会とか。そうです、そうです。そうなんですよね、すごいですね。でもやっぱり現地回ると感じるところですよね、識字率とか。そうですね、読める、うん、読めるっていうか書けない、読めないでも喋れるっていう、なかなか日本ではイメージが湧かないかもしれませんけども、そういう国がたくさんあるということなんで、まさに回ってきた宇都宮さんだからこそ感じたんだと思います。一方で宇都宮さんから私に聞きたいこともあると聞いてますけど、はい、何でしょう？僕夜の仕事を 夜の美容師みたいな感じで歌ってるんですけど、はい、例えばヨーロッパの方とかは今もう進んできてるというか需要が出てきてるんですけど、オランダのアムステルダムとかも夜の市長って言われる人がナイトメイヤーとかでいるんですけど、はい、小林さんそれについてこうどう思われるかなと思って。そうですね、あのナイトメイヤーっていうのを知ってる方もいらっしゃるかもしれません、知らない方もいらっしゃるんで、別にあの行政上なんか権限がある人ではないんですよね、ただその夜の世界で例えば今も東京でちょっと一回法律で話題になって今改正されたんですけど、そのクラブの営業時間が要は12時とか1時までですと、で1時ぐらいまで遊んだはいいんだけども、それで出されちゃうと実は街の中にその放り出されちゃったりとか騒いじゃったりとか家に帰れないよねみたいなのがあるんですけど、まあそういうのをじゃあ5時までやればみんな気持ちよく帰れるよねっていうふうに変えたりしてるんですけど、そういうなんかこう普段日の当たらないけれど
遊んでいる人たちとか活気のある場所の意見をちゃんと調整していく役割として活躍しているのが、まあ、ナイトメディアってことですよね。はい、ということなので、実はやっぱり政治もその現実を見なきゃいけないと思っているので、なんかこう日の当たってるところじゃなくて、そのなんていうか、まあ、まさに夜とか、あとは我々だと結構スノーボードとかですね、やってると横乗り系のスポーツもあんまり日当たらないんですよね。でもそういう人たちが活気よくやってる、スケボーやってる人たちとかですね。だから福山も駅前でスケボーやってると邪魔だって言われちゃうんですけど、いや場所作ればみんなマナーよくやれるのにねっていう、なんかそういう思いを代表して伝える役割っていうのはすごく重要だと思うんで、いいよなと思うんですよね。だからあえて役職はないかもしれないけれど、なんかそこの代表の思いを伝える人っていうのはすごく重要だと思うんで、よかったらうずみさんどうですか。そうですね、ナイトメイヤーとして福山で、はいはい、自称するところから始めます。そうですね、そうですね、いいじゃないですか。よろしくお願いします、はい、というわけで私も夜中困ったら復帰に行きます。はい、お願いします。ぜひよろしくお願いします。だって今夜お忙しい中ありがとうございました。ありがとうございました。今夜のゲストは宇都宮美容室オーナー宇都宮信弘さんでした。いやすごいですね、楽しかった。はい、まだまだ、ね、まだまだ来たいですね。海外エピソード来たかったですね。はい、美容室に行ったら、はい、こうしていただきながらですね、いろいろ海外のお話も聞けば聞くほど話してくださるそうです。ですね、サイトの中に、ね、はい、対応できることっていろいろあるんですけど、海外の話をお任せって書いてありましたから、そう、まずは検索してみてください。そうですね、サイトが素敵なんですよ、かっこいい。宇都宮美容室です。はい、ぜひ皆さん行ってみてください。それでは今夜も相手は小林美明と、アシスタントは平野恵子でした。また来週この時間にお会いしましょう。この番組は、コーワブスタン、カネソ22の提供でお送りしました。